パパ公演したの。ナンバトルの昼当たったから会えるやった。やったね。やったね。今日ユニバ行ってたでさ、いいね。見たよ DM。私最近ユニバに行って、あの大きいチキンとチュロス食べたい。あと何やったっけ、アップルのソーダみたいなやつがめっちゃ飲みたい。今アニマルのキャストがゆうちゃんに2票入れてくれてた。嬉しい、ありがとうございます。ちゃんとその票が反映されてたら嬉しいんですけど、なんか反映されてないっていう噂が飛び回ってて なんじゃそれって思いました。またなんか不正なやつで、なんかあれなんか知らんけど、でもそれで分からへん、入ってないのか、本当かどうか分からないっていう。リアルタイムやなくなったからやない？リアルタイムどういうこと？どういうことですか？ DM に BAT に感想を送ったからまた時間あるときに見てほしい。見ましたよ。これからご飯タイム。いいね。ご飯タイム。何食べんの？皆さんこんばんは。ゆうちゃんショールームしないかなって思う、しないかなって思ってたら通知来てびっくりして、心臓欲しそうになった。心臓飛び出そうになったってこと？最近の私なんかタイミングがいいねんな みんなの中のタイミングが。正規の方法で投票したから大丈夫。10マスをなくなりました。どういうこと？正規、どういうこと？私さ、もうちょっとゲマとさ、普通に投票、その不正の投票がよくわからんくて。正規の投票ってどういうことや？大丈夫かな？ちゃんと票が入ってますように。祈る。10マスなくなりましたって。もともと入れてたやつが全部無駄になってたってこと？リアッパの千秋楽延期になったから申し込みできるかわからんくなったってこと？ねえ、もうしょうがないですよね。全員揃っての千秋楽がしたいから。こればかりはね、昨日ぶりです。昨日ぶりだね。6匹の可愛い動物に見られてるよってさ、今？やば、恥ずかしい、やめて やば、恥ずかしい、ちょっと待って やめて、このすっぴんで。やばいやばい、ちょっと待って、顔赤くなってきた そんなこと言われたらちょっと待って、顔赤くなってきた、めっちゃ やば 私やばいね、顔赤くなっちゃうのよ、ちょっとやめてほしい なんとなく木曜日土曜日配信率高い。あー、確かにみんなの予定があれやから、できるだけね毎日やろうと思っております。ちょっとでも。ひまとすゆみさんに入れましたよ、ありがとうございます、嬉しい。カップ麺食べながらラピスのバレンタインライブ見ててる。あ、いいね。1日1回しか結果が出ないから分かりづらいってことじゃないの？なんかな、ちょっとよく分からねえの。めっちゃ赤いの私、わかんねえん。やばいの、ほんまに。やめてー。キマトス、ユーミンさんに入れました。ありがとうございます。みなみんさん、ありがとうございます。嬉しい。わ かりやすいぐらい赤いやろ、私。めっちゃ赤くなんねんな。で、収まるの早いね。キマトス、お願いするのに3年ぶりに友達と連絡取ったってさ。マジで？何事ってなるよね、相手からさ。
ゆうちゃんに聞いてほしいことを送ったから後で見てほしい。見るね。まーさんこんばんは。知り合いのゲームとその投票をお願いしたい。ありがとう、みんなほんまにありがとうございます。このままあと2日、あと2日、このまま2位以内に。ちゃんと昨日のショールーム終わってから段押し変更しましたよってさ、見たよ見たよ、ありがとう。またリオパンの動画作ってるのでメンションしたら見てください。見るね、ありがとう。いっぱい最近みんな動画作ってくれるからすごい助かる。ゆうちゃん今日お出かけしてた？してましたね。こんばんは。ゆうみさんの魅力広めたい。お、いいね、その広めたい。作って作って、いっぱい部員をいっぱい増やして。ねえねえゆうちゃん、何なんじゃい。動画とか画像作れるようになりたい。そんなでもな、なんでもいいよ。ちょっと短い、短くても全然いいから作って。作ってください。パッ、なんかここからのさ、ここのこの前髪の長さ全然違う。こっちの方が長い、こっちの方が短い。これだけボソボソや。毎回一票差ってのがガチンとってのがちっと怪しくは感じるけど、なんやろな、なんやろな、どうなんだろうか。可愛いメンバー多いけど、いまだにアーヤンが心に残っててさ。いや、そうね。SNS もやってないし、寂しいよね。だって今までになくないきっぱりさ、SNS もやらなくなるっていうのが。やめとこで。そりゃな、いろいろ考えるよね。今何してんのやろうとか、すごい押してた分なっちゃいそう。オフショット7出た？オフショット7送ったけど届いたんかな。ああ、そうやな、モモネもそうやな。あれ？夕方ぐらいに送ってんけどな、7。あとでもう一回送ります。5枚送ってるからかな。4枚が限界か、もしかしたら。卒業メンバーで神枝恵美香さん推し。恵美ちね、頑張ってるもんね。海外の方ですごいよな。眠たくなってきた。毎回
ウィンクを自然体にできるようになりたい。ナナポと最近話した？ナナポと最近話してない。楽しかった思い出が多すぎる。あー、その思い出が濃かった。めちゃくちゃ寂しくなるな。いいね。でも楽しかったって思える、思えて、うん、すごく多分アーヤンは嬉しいと思うよ。ともちんさん、こんばんは。ゆうちゃん、ウーカとコジリンの YouTube 見てる？とか、とか？ウーカとかコジリン YouTube 見てる？しっかりは見てない。しっかり毎日は見てない。出てきたら、おすすめとかに出てきたりしたら見るって感じ。どっちかの目苦手やと。そう、どっちだっけ、どっち大丈夫、右かな、右。じゃ、右をつぶった時に左がカチッってなっちゃうです。ゆうちゃんをモチベに毎日検定の勉強頑張ってます。頑張って。私のファンの方はもう学校、勉強、受験っていう子多いよね。学生さんが多いからね。頑張ってね。今頑張れば大人になった時楽になるよ。経験者は語る。カズさん、こんばんは。ありがとうございます。あら、そうなのね。まあ、この前久しぶりにナナポツイッター投稿してたから何してるんかなって。あー、なるほどね。確かにツイッター更新してたな。あ、そういえばお話し会の、当選された方、23時までなのでお忘れなく。お待ちしてます。最近夢にゆうちゃん出てくる率高い。ずっと考えてるからな、からかな。ああ、それどうなん、ありそう。昨日私何の夢見たっけ、覚えてないわ。なんか見た。さっき支払いしてきたよ。ありがとう。もうちゃんに会えるの楽しみにしてる。ちゃんと支払いしたよ。ありがとう。支払いました。ありがとう。犬の散歩行ってて見るの遅れたりさ。私も後で犬の散歩行こう。いて。ちょっと肩が痛い。お、さすがだね。お昼にお会い済ませたって。ありがとうね。TikTok のコメントありがとうね。こちらこそありがとう。ありがとう、みんな。よいしょ。リアル話し会1枚当選だとは会場まで行くモチベがない。なんで、なんでないの。お話し会初めて通った、握手会ぶりやから楽しみ。マジで、そりゃドキドキですね。握手会ぶりって
結構もう、握手会してないのって2年ぐらい3年経ってるっけ。出た、来世の件言い続けるよやつ。来世どこでな出会うんやろうね私たち。今日バイト先でクレーム対応してめっちゃ疲れて、疲れそう、大変やな。2年か、2年もしてないんか握手会。すごい、もう2年経ってんねんな。いつ再開されるんだろう。やらやら、ベンチ温めてました、リバイバル希望者。ベンチ温めましたって何です、何の、なんか聞いたことあんの、そのセットリストが分からん。ゆうちゃんと早く握手会がしたいみな。あそうだよね、うん、リアル話し会が楽しみすぎる、当選必ずしたい。いつ来んの当選は。あー、2期生の公演じゃねえしあれ2期生のコンサートじゃねえしあれ。コンサートしてたな、 M やしあれ。出てたけど研究生やったし。あーベンチ温めました、やってたな、そういえばやってたやってた、懐かしい。ガリレオさんこんばんは、ありがとうございます。あ4月3月ぐらいか、もうそうやもんな、だってリアルお話し会がもう4月ぐらいやもんな、まだまだか。なのにもう応募してんねんな、あれ。あ、でもナムトルの投票券も入ってるからか。あれって何枚いけんの ?1 人。1枚 ?4 月4日なんや。YNA で、今日一日中 YNA で人狼見てた。めっちゃハマるよな。また YNA で人狼やってほしいやってさ。私、2回しかやったことない。うんだよね、そのためだよね。サイピーギターで弾き語りしてたしさ、覚えてねえ、何の弾き語りしてたやっけ。もう覚えてない、理不尽ボールしか覚えてないわあ、何枚でもいけんねんや。あ、なるほどね。あ、そうなんやな。99枚応募したってこと。99枚までってこと。友達に99枚いけって言われて焦った99枚応募して当選したら99枚分何分ぐらい喋れんの99枚って。あ、決勝ね。お久しぶりでした、ナレーちゃんや。お久しぶりだね。ゆうちゃんに会えるなら惜しくな、ん？惜しくないけど、ん？惜しくないけどって書いてるんやけど、これ。話し会もあるし迷いどこ。確かになぁ、そうよね。99枚チャレンジとかしてみたいチャレンジしてほしい、逆に。惜しくないであってるよね。
抽選だから話しても3分くらい。3分か。どうなんやろうな。握手会で100枚出しは経験あるけど、話は続くけど手が疲れたやつと、ああずっとね手握ってるからな。私ちょっと硬いでメンタルやられてるねんやってた。うわきついな。もう頑張りしか言いようがないけど頑張って。いや話し会は当たらなくてもお支払いはいる。え、そうなの？違うんや。システムがわからないね。コロコロ変わるから。変わってんのか知らんけど。あかりちゃんこんばんは。帝国さん、帝国さんがちらっ。ゆうちゃん一緒に英語の論文書いて。無理じゃめちゃくちゃになるわ私が書いたらお疲れ様です。こうじさん名前買おうかずっと悩んでるわってさ。悩むよな。そうよね。国家試験があるんだけど1週間前でもう緊張と不安でいっぱいやってさ。1週間前からずっと緊張してんの？落ち着こう。深呼吸して。私はできる。で、朝起きるときにまずよし私はできるって思いながらやってみ。気分が変わるかもしれない。知らん、私のあの人それぞれやと思うけど。同じかお姉ちゃんと参加できたらいいな。お前な、久々にね会いたいな。ぜひ待ってるよ。初めて名前付きでこんばんはって言ってくれたお岡くん初めまして。大阪にまた住みたいよってさ、ナッパさんが。あれ住んでたの大阪に。バイト4連勤。星つきすぎ。星めっちゃついてる。恋愛映画見たから大泣きした。慰めて。なんで失恋でもしたのか。大丈夫か。ちょすみ、あ、ちょっと待って。めっちゃスタバ飲みたくなってきた。あ、なんか最近さ、スタバで新しい新作のやつ出てんねんけど、私ほんまに冒険しないの、スタバでは。やけど、なんか TikTok で流れた、ホワイトチョコレートの飲み物が新作で出てんねんな。ホワイトモカ好きは飲んでみてくださいって書いてたから、うわぁ。ホワイトチョコ、そうそう、ホワイトチョコ。そう、ホワイトモカ好きの人はぜひ読んでくださいみたいな書いてたから、ホワイトチョコって結構甘いんちゃうかって思ったけど、コメント見たらそんな甘くないですよって書いてて、そう、だからそれ飲んでみたい。久々にあのスタバの新作で、久々にとか初めて、うわこれ飲んでみたいってなった。そう、出演はしてないけど、なんかもう星がついてる、わかんない、そっけないっていうか、いつもと違くて、なんか相手がってこと、彼氏がそっけないというか、いつも違くて、うわー、わからへん、その星ついてるから誰か飲んでないの。あ、ホワイトモカ美味しかったよやってさ。ガリレオさんどうでしたか。甘かった、教えて。いつ飲む、いつも何飲むの。ホワイトモカ飲みます。ホワイトモカ飲むねんけど、豆乳に変更して飲んでる。
ホワイトモカはアイスでもホットでも、でも両方美味しい。そう。そうなの。あら、今来たの？終わっちゃうよ、もう。もうっていうか、もうほら11分や。え、ホワイトモカ、ホワイトチョコレートめっちゃ甘いんやん。スタバ行きすぎて美容系レベル。そんな言ってんの？そんな言ってんの？ファーストフードみたいなやつだったっけ？あ、なんか、あの、食べ物。あれ美味しい。お話し会何回分取るか悩んでるんだけど、おすすめの日ある？全部。全部おすすめです。困るやつやな、この辺。この返しは。でも私は全部おすすめするな。かな。確かに、ショールーム30分早すぎ、いつも長いからね。そうなの、私いつも長いから。リアルに全部おすすめすぎるやって、ほら。あ、そう、私がなんかストーリーにあげてんけど、もう多分15分過ぎてるねんけど、ちょっと待って、もうちょっと喋らせて。あの、15分じゃない、インスタのストーリーに可愛いチャイナ服を見つけちゃって、そのあのチャイナ服が私服でも着れそうなやつなんだから、チャイナ服風みたいな、でもめちゃくちゃ可愛くて、そう、でもみんなが求めてるチャイナ服ってあっちよなと思いながら、そう、あの、2着着ようかなって思い始めた。はい、喋りたがり。あ、じゃあもうやめます。じゃあもう終わります。ありがとうございました。そう、だからなんかどっちも譲れへんからさ、そう、せっかくさ、みんなが想像してたやつが違う、あの、もしお話し会で来た時に違うってなったら嫌やん。だからもう2着楽しんでもらおうと思って、だからみんな来てね、来てね。来てね、待ってるよ。ってことで、ランキングじゃなくてギフトを読みたいと思います。ギフトをくださったシマムーみーちゃん、キーちゃん、アブリカルビ DD さん、ゴンちゃん、しまこさん、しげやん、まりなちゃん、ちなっちゃん、やまぴーさん、まおちゃん、めぐさん、しんのすけさんというものかな、これは。せんりさん、せんりちゃん、しおりどんさん、ななちゃんですかね、ありがとうございます。13位、まおちゃん。12位、まさメロディーさん。11位、ちなっちゃん。10位、しまこさん。9位、ところてんさん。8位、ちゃみさん。7位、ふみかちゃん。6位、しゅうかちゃん。5位、やまぴーさん。4位、しげやん。3位、ななちゃん。ちょっと待って。2位、きーちゃん。1位は、みーちゃんでした。パフパフパフ。なんでやねん、嬉しいってこと何？何？嬉しいことって何？ありがとうございました。バイ。明日はちょっとできる、できなさそう。まあ、できたらします。できたらね。じゃあ、ということで。バイバイ。またね。あ、23時までなので、お話し会の、あの、お支払い忘れなく。入るの楽しみにしてます。バイバイ。